日常運動食旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートのしっとり食感のティラミスバウム、マスカルポーネクリーム仕様を食べたいと思います。やっぱり、だからこれもね、やっぱり、ローソンのあれ系に似ていますが、確かにティラミスのような印象ですね。いや、ティラミスなんです。これは美味しそうな。バウムコーヒーのご飯がパッサパサなんてあるんですが、しっとり、それだけ自信のある、クリームは染み込んでるのかな。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。いわゆるビスケットの部分の代わりにバウムクーヘンが入っていて、そこにコーヒーが染み込んでいて、そんな感じでしたね。なのでバウムクーヘンはしっとりしてるんですけど、食べるとコーヒーの苦味が広がってきて美味しかったです。レアチーズではちょっと固めで、仕事はあまり良くなかったですね。まあ、バウムクーヘンと合わせる調味料、合わせて調味料というのがもしかしたらもうちょっと口の良くなかったかな。なので生地の方が美味しいんですけど、チーズクリームはちょっと残念だったので、こちらも点数とさせていただきます。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。